ことが嫌いだったので、なんとかちゃんと書くにはどうしたらいいかなっていうのをちょうどこう悩んでた時に、プラスになるグッズがあるんだったらぜひ力を借りたいっていう気持ちもあって、本当にタイムリーだったので参加させてもらいました。秘密会議っていい響きだなと思って、はい、それで参加しようと決めました。面白かったと思います。いろいろそのアイデアを出す、なんていうんですかね、いろんな仕掛けが用意されていて、ペンをデコったり、提案書を子どもたち考えたり、あと大人は大人だけで結構シビアな意見も出る会議があったりして、いろんな仕掛けがあって、すごくそのやる気ペンに興味が出ましたね、はい。自分の発想だと、やる気ペン使ってこういうことできるなっていう、範囲ってこう限られてて、自分の生活の範囲だけど、やっぱ皆さん違うので、いろんな課題が、でそういうのをこう聞きながら、あ、なるほど、そういう子にはそうだよねとかっていうのがまずあったのと、ただ根底にある悩みは全員一緒だねっていうので、要は継続、それはなんかすごく仲間意識が一瞬出ました。あ、わかるみたいな。僕はもう一度その書くっていうことの大切さっていうんですかね、それを訴えていきたいなっていうふうな思いから作った商品なんですね。書くことが非常に楽しいって思ってくれるような子がたくさん増えてほしいなと思っていて、その結果ですね、宿題に取り掛かるのもすぐ取り掛かれるようになり、それを支える親と子どもの関係っていうんですかね、そこまでもがこう良化して良くなっていくっていうようなことまで、もしこのペンがお役に立てるならすごくいいなと思って。